も可愛すぎる。やったー、わーい。はい、今日はねちょっと普通の配信でもいいかなと思ったんですけど、ちょっとカラオケ配信をやってみようかなということで、はい、初めての企画、そうです、初めての企画、初めての企画じゃない、いや、あの配信でやるんですけど、そうカラオケ企画をやってみようかなと思って、はい、あと少し経ったらやりたいと思います。はい、めっちゃ大人ゆいちやん、やったー、嬉しい。今日は肩出しちゃったりして、ちょっと結構大人めゆいちなんですけど、そうなんですよ。でも今日ちょっとねレッスンなのでちゃんとメイクはできてないんですけど、はい、どんどん綺麗になってきてる、わーい、嬉しい。どんどん綺麗になってきてるって言われるとなんかあれですね、照れちゃいますね。セクシーでしょ、まだ中学生、高校生です。もう高校1年生になっちゃいました。何歌うのって、そう、まだねあのちゃんと決めてないんですよ。だけどちょっと皆さんの歌ってほしい曲とかあったら、ぜひコメントで教えていただきたいなって思います。高一だよ、高一ですよ。そうなんですよ。じゃあちょっとここら辺で、まあ、カラオケ企画に行く前に、あ、ミラーボールありがとうございます。はい、行く前にちょっと奈良の、奈良、この前市長公園で奈良に行ったんですけど、そのお土産をちょっと紹介してカラオケしたいと思います。はい、そう、からあお土産さあ、実は結構あのし、でもねあのあれなんですよ、あの3つ買ってて、お土産、それであの1個はあのなんだっけ、コヒとユナと一緒に買ったやつなんですよ。だけどもう2つがめっちゃね、その次の日のあの早朝に買って、そう、あのね、あんまりその値段とか見ずに買っちゃったやつなんですけど、一旦紹介しますね、これ。はい、じゃあまずはこちらです。これなんだっけ、あの奈良のまんまる小鹿っていうやつなんですよ。これはね、なんかカスタードクリームが入ってる、なんかなんだろうな、お菓子で、そう、ちょっとねあの食べ過ぎちゃって実はあと2個しか残ってない。見て、柄が可愛いんですよ、これ、ほら、待って、じゃん、可愛くない、残り2。いや、本当はね、こんぐらいのでかさの、そう、やつで、でも本当はあのこうやってもうババってね、あるんでしたよ。そう、ほら見て、もうこんだけなんですよ。何個入りだっけこれ、これは8個入りだ。でもそうね、8個入りで6個食べました、まあ、ちゃんとあれですよ、家族にも渡したので全部自分ではないんですけど、独り占め、さすがにそこまではしませんよ。そう、あの紹介しようと思って今日中見たら
まさかのね2個しかなくて、ちょっと紹介しようかなって迷ったんですけど、ちょっとやめました。はいね、でもちょっとこれはあと2個なんで、ここは取っておきます。偉いでしょ、偉いでしょ。はい、ちょっとここは取っておきます。偉いでしょ。そう、ちょっとここはね家族にも食べさせてあげたいので我慢します。多分昔のゆいだったらもう結構秒で食べてたんですけど、今日は食べないです。今日はね、そうで最近ね聞いて食べ過ぎちゃうんですよ。そうそれはあれしますね、お土産をちゃんと紹介し終わった後に食べます。ちょっと待ってね。そしてそうちょっとね食べ過ぎた話はまた紹介したらしますね。はい、でじゃあちょっと一気に紹介しちゃいます。こちらじゃーん、これです。これが秋の収穫祭っていうお菓子で、でこれがぶどう琥珀糖なんですよ。なんだろう、中がこう外はカリッてしてるけど中はゼリーみたいな美味しいお菓子。そうでね、これはちょっとね、ぶどう琥珀糖美味しいですよね、家も大好きなんですよ。そうこれは開けてみるとじゃん、残り1個しか、待って見えないあー待って、じゃん残り1個しか入ってない、やばいよ入ってないよ、やばいよ食べ過ぎちゃった。え見て、でもちょっとじゃん美味しそうでしょ。なんかね、なんかダイヤモンドみたい、めっちゃ綺麗なんですよね。こちらうん、美味しい。もうこれはあとラス1だったんで仕方なく、さあ完食しました。わーい、すいません食べちゃいました。いやファンの皆さんにもねプレゼントしようとかも考えたんですけど、ちょっとごめんなさい我慢できなくて食べちゃいました。また今度なんか機会があればファンの皆さんにも琥珀糖プレゼントします。はい、で続いてがこの秋の収穫祭っていうやつなんですけど、これはね琥珀糖じゃなくて、琥珀糖じゃないんですよこれ実は。これなんかね、なんて言ったらいいんだろう、ボンボン、なんかねなんか美味しいやつなんですけど、残り4個でーす食べ過ぎやろっていうね。じゃーん、こちら、あ、なんだろうこれ、あと4個なんですけど、どういうものか分かりますか。
これ多分あれなんですよね、食べた方が分かりやすいんですよね、きっと。きっとこれはね、食べた方が分かりやすいんじゃないかなということで食べます。そうだね、じゃあ、 あの2種類あって、あのこっちのなんかね、なんだろう、いちごかな、りんごか。あー割れちゃったー、最悪。ねえ割れちゃった。見て、中に汁が入ってるんですよ。うん、はい、皆さんでも今の分かりましたか？そう、なんか琥珀糖みたいなところの中に汁があるんですよ。よく分かりましたか？うわー、もうちょっと綺麗な食べ方をしようかなって思ってたのに、なんかね、中はすごい、あれです、いちごです、いちごみたいな味。じゃあちょっともう一種食べてみます。こっちはみかん、みかんであってるのかな、みかんなんですけど、はい、じゃあこっちはちゃんときれいに食べますね。これはあ、柿かな、柿だ。ちょっと、はい、ちょっとこれをいただきます。うん、そう、こういう感じでね、中にあのジュースみたいなのが入ってて、めっちゃ美味しいんですよ。でもちょっとあと2個なんで、これも家族にプレゼントしようかなって思います。うん、美味しい、美味しかったこれね。でだから本当にね、ちょっと最近ゆい食べ過ぎちゃってるんですけど、食べ過ぎ話してもいいですか？あのね、最近まずは本当にひなのにと一緒に、ひなのじゃなだけじゃないんだけど、マーラータン食べ過ぎ問題っていうのがあって、まあマーラータン、この前いつだっけ、あのひなちゃんと2週間くらい前からほぼ毎日ずっとマーラータン行ってて、でつい昨日も行ったんですよ、ひなのちゃんと。そうマーラータン食べて、でこの前もあのアンレイムのあのリリース記念イベントの予約特典会の日のが終わった後にもうマーラータン食べたんですよ。そう、それだけじゃなくて、特にそのアンレイムのリリース記念イベントの後に行ったマーラータン、マーラータン食べに行ったんですけど、その後にネギシ行ったんです。そう、ネギシで牛タン食べて、そう、なんか本当に食欲が怖いそうなんですよ。ちょっと食べ過ぎちゃってるなって。しかも今日もあのひゆかちゃん、今日レッスンがあったんですね。レッスンがあったから、ひゆかちゃんとさえとひなのと私ゆいの4人であのお弁当を買いに行って、私とひゆかさんは唐揚げ弁当を食べて、であのさえとひなのはなんかナスビの入った弁当を食べたんですけど、そう、なんか本当に本当に怖いんですよ。
そうだからちょっと最近もう今日は今日もちょっとねあのさ今日もじゃない最近食べ過ぎているのでちょっとこれからまたあまりお菓子とかアイス類を食べないようにしないとなって思ってます。でもねちょっと食欲の秋なので仕方ないということでありがとうございますありがとうございます。そう最近アンレイムなメンバーでもみんなめちゃくちゃ仲良くてあの最近なんかほぼ毎日みんなで電話してグループ電話しかもあのビデオ通話なんですよ5人で。それでねもうねずっと語ってそうもう本当にそのぐらいね仲いいんですよ。そう何話してるの？いやなんかもう本当にねいろいろ最近はあのひなちゃんともあの集まれ動物の森っていうゲームがあってそうそのゲームを2人で一緒に遊んであのお互いの島に行って遊んだりとかそうとかねあのスタンプがあるんですよビデオ通話でそうなんか面白いスタンプとか可愛いスタンプとかあって そう、それで遊んで笑い合うっていう平和な会話をしてます。はいなんかすごい特にねひゆかちゃんがめちゃくちゃふざけてくれるんですよ。めっちゃふざけてくれて例えばなんか結構面白いスタンプをいっぱい使って見て見てって言ってふざけたりとかうん本当にその皆さんにもさそのグループツアーをしてる様子見せたいな。本当にうるさいの本当にうるさいいい意味でねいい意味ですごいうるさいのでじゃがーりご作ってる途中に寝落ちした話はあそうこれねちょっと聞いてください。あのこの前大阪と奈良公園市長公園あったんですよ。それで大阪公演が終わってホテルに戻ってあの小日とゆな一緒だったんですけどもう大阪をぶらりぶらり歩いてで最後にあのなんかちょっとなんかじゃがりこっていうやつがあって普通のじゃがりこのお菓子あるじゃないですか。そのじゃがりこに裂けるチーズを入れてお湯を入れるとなんかめっちゃすごいね伸びるなんかポテトサラダみたいなやつができるんですよね。でそれを3人で作ろうってなってそれでゆいの部屋に集まって3人で作ってたわけですよ。そう3人で美味しいよね。そう美味しいんですよ。そう作ってってでもみんなで食べてゴロゴロしてたらまずねまずコヒが寝ちゃったんですよ。コヒが寝てそれでもユナも結構コヒのこと起きてって言ってくれてるんですけどあのもうコヒーはそれでも気づかなくてでそうもうそれでコヒーはもう寝ちゃいました。でゆいあの2人でずっと携帯見てて「ユナ」って言ってユナの方見たらユナも寝ちゃってました。まずねしかもそうユナがもう寝ててで次やばいゆいもうそろそろ2人とも部屋に返して寝なきゃと思ったら気づいたらゆいも寝ちゃってたんですよね。そう寝ちゃっててでしかもそれは一人部屋であれなんですよ。ゆいの部屋であのベッドあるじゃないですか。ベッドに3人で寝てたんですよ。一つのベッドに3人寝ててでねちょっと一つあの許せないのがあのゆいが部屋のあの主人なのにゆいがもう落ちるか落ちないかぐらいのギリギリのところで寝てて足元のねで壁側はユナが使っててで一番いいとこもう一番いい枕のとこをコヒが取ってたんですよ。そうちょっとこれはね
これはこれはちょっと許せないですよあの私が、あれなんですよ、部屋の主なんです。なのに一番いいとこを成田小日向ちゃんが撮ってて、もう気持ちよさそうに寝てるところを見て、うわーって思ったまあそれも逆にいい思い出なんですけど、そうそうなんですよね。でも壁側はユナが使ってて、そうなんですよ。いあでだからその起きた時にもう首が痛くて、ゆい自分の首がめちゃくちゃ痛くて、なんかもうちょっと凝っちゃったかなっていう、まあ、すぐ治ったんですけど、痛ってなっちゃいました。はい間に割り込めなかった、割り込めなかったんですよ。そう割り込めなくて、もう一人でもう足、二人の足元の状態でギリギリのところでこうやって寝てるんですよ。でもそれでも寝落ちしちゃってっていう感じでね。ちょっと次3人で部屋集まるときはちょっとあれですね、枕ら辺に座りますね。はい枕ら辺に座ります、っていう感じで。じゃあそろそろカラオケしますか。カラオケしますね。ついにカラオケの時間が、ちょっと待ってください、ちょっとイヤホンつけるので。聞こえてるのかな、聞こえてますか、どうなんだろう、聞こえてますか よかった、聞こえるって嬉しい、やった。じゃあ何歌おう。じゃあ最初はやっぱり盛り上がる系の曲、皆さんなんかリクエストあったら教えてください。でもここは大声ダイヤモンドとかにしますか。言い訳メイビー、なるほどね。じゃあちょっと何にしよう、迷う。おじゃあ大声ダイヤモンド、オッケー。じゃあ大声ダイヤモンドしますね。大声ダイヤモンドにします。あの皆さんも掛け声一緒に歌ってくれたら嬉しいな、嬉しいです。はい、どれだろう、これか、これ、あーちゃうちゃうちゃう、これか。じゃあちょっと皆さんいきますよ。あら OK 待ってこれどうやってやるの、あこれか。走り出すバス追いかけて、僕は君に伝えたかった。心のモヤモヤが消えて、大切なものが見えたんだ。こんな簡単な答えが出てるのに、何にためらって
見送ったのだろう。僕が僕であるためにちょうどに素直になろう。大好きだ君が大好きだ、僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ、声の限り叫ぼう。大好きだ君が大好きだ、息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。はい、どうでしたか？わーい、楽しい楽しい、これすごい楽しいな。やったー、すごい、たくさんあれです、ペンライトとか送ってくれてありがとうございます、嬉しい。じゃあ続いて何にしよっかな。何がいいですか？何にしよう。せっかくならね、たくさん歌って、迷うな、どうしよう。ヘビロテ、確かに、迷うな、どうしようかな。おお、なるほど、恋チュン、確かに恋チュンいいね。どうしよう。じゃあ、迷うね、どうしよう、本当に迷う。じゃあちょっとあれにしようかな、ヘビロテにするか。これどうやってやるんだ、ヘビロテにしますね。じゃあこれどうやってやるんだろう。あ、これだこれだ、ヘビーローテーション、これか、これだ。来るよ、ワンツースリーフォー。I want you, I need you, I love you. 頭の中ガンガン鳴ってるミュージック、ヘビーローテーション。ポップコーンが弾けるように好きという文字が踊る。顔や声を思うだけでいてもたってもいられない。こんな気持ちになれるって僕はついているね。 I want you, I need you, I love you. 君に会えてどんどん近づくその距離にマックスハイテンション。 I want you, I need youI love you. ハートの奥じゃんじゃん溢れる愛しさはヘビーローテーション。イエーイ、はあ、緊張した、緊張しました、すごい緊張した、はあ、びっくり、ありがとうございました。じゃあそうだな、このまま歌っちゃおうかな。
盛り上がるためにあの夏の防波堤とかフルで歌っちゃおう。フル緊張するけどちょっとね歌えるかわからないけど防波堤フルで歌っちゃおうかな。声がね続くかわかんないんですけどちょっとフルで歌ってみようかな。防波堤歌いますね。夏の防波堤これか。皆さんクラップお願いします。海岸線を原付で走る遠くの岬は僕のことを覚えているかな。君と二人でサンダル履きで歩いた砂浜、足跡も残せずにクラスメイトの一人なんだと分かっていても、微笑みさえ切ない、あの夏の防波堤、今も潮騒が聞こえる、思いはいつも波のようにずっと打ち寄せる。君のこと好きすぎて僕はもう溺れそうで、心の中に壁作って、自制心の向こうに愛を感じてた。夕日が沈む水平線は誰かと誰かの曖昧な関係みたいだね。海と空とがくっつきそうでぼんやりにじんだ暗闇に金の波、友達でなきゃいけないのかな。君の隣で聞きたいこと飲み込む星空の防波堤、もっとゆっくりと歩こう、ロマンティックな壁に吹かれ言葉の内側、これ以上無理なんだ、一線は越えられない、どんなに星が綺麗だって触れられないくらい君が遠かった。東京の暮らしには慣れたかい、言い出せぬまま終わったあの初恋、あの夏の防波堤、今も潮騒が聞こえる、思いはいつも波のようにずっと打ち寄せる。君のこと好きすぎて僕はもう溺れそうで、心の中に壁作って、自制心の向こうに愛を感じてた。イエーイ終わりました。すごい、なんかもう歌いすぎてほっぺたが真っ赤でめちゃくちゃ熱いんですけど、
でもやっぱりあの夏の防波堤ってめちゃくちゃいい曲ですね。ふう、めちゃくちゃちょっと休憩しよう。次何にしよっかな。次何にしよっかな。最高かよ。確かに最高か歌えるかな。久々にやるんですけど、最高かよとか盛り上がるのかな。確かに。はあ、すごい。めっちゃほっぺが。じゃあちょっと、でもこのままちょっと休んでられないので、じゃあ最高かよで、最高かよでもうちょっと盛り上がっていこうかな。はい、確かに呼び捨てファンタジーとか確かにかわいい。じゃあちょっと。もうね、休憩とか、休憩はないですよ。休憩はないですよ。最高かよ歌えるかな。いきます。じゃどこだっけ、ここか。待って。じゃあ最高かよいきますね。うん、じゃあ行きまーす。ねえ、待って。 I wanna do, I wanna kiss. 君って君って最高だよ。恋って恋って最高だよ。みんなでせーの、もっともっと。あー、よっしゃ行くぞ。ハイガー、ハイヤー、サイバー、ハイバー、ハイバー、うん、夢の中まで現れる。ときめきは消えることがない。意識したのはいつからだろう。君が好きだよ。 Oh yeah。風に膨らむ窓のカーソーデスマンシー。日差しは何をしてるのか。Hey hey hey。 I wanna do, I wanna kiss. 君と出会って熱烈歓迎で I will go. I wanna do, I wanna kissなんてラッキーな人生。素敵な思いは叫んでる。心の底から叫んでる。君って最高かよ。 Oh yeah yeah。 わー、すごい。やったー、すごい。やっぱこの曲はめちゃくちゃ大好きです。ちょっとまだ歌ったところないとこも歌ってみたんですけど、緊張したんですけど、はい、よかったー、よかった。はい。ね、でも次何にしよう。次何にしようかな。そう、聞いてて落ち着くゆういちの声。やったー、嬉しい。わーい。次何にしようかな。十年桜。確かに十年桜、十年桜、確かに。オネストマン、オネストマン、確かに盛り上がる。え、じゃあちょっと、あ、桜の木になろうとかね。え、じゃあさ、3曲ぐらい決めといて、もうノンストップでいこうかな。
ちゃさっきリクエストあったので10年桜とオネストマンとか希望的リフレイン、リフレインね、星が消えないうちに、星が消えないうちにあるかな、見てみよう、星が消えないうちに、あ、星が消えないうちには入ってない。ハッシュタグ好きなんだ。そうですね、どうしようかな。じゃあちょっと一旦この2つでいこうかな。あ、君虹来た、もう迷うよ、どうしよう。あ、じゃあちょっと、じゃあ君と虹の太陽と歌いますね。さっきも何か歌えるかな。どうしよう、めっちゃ優柔不断すぎて。じゃあ一旦この3曲でいきます。と太陽。じゃあ10年桜、オネストマン、君と虹と太陽との3曲のワンハーフのでもう休憩なしでいきます。はい、休憩なしでいきますよ。じゃあ10年桜からいこうかな。どんどんほっぺたがピンクになってきます。頑張るぞ。どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように、誰一緒に行けないけど、そんなに泣かないで、僕は忘れない。君の恋よりずっと愛しい君でいて。チャイム鳴ったら誰より先にドアを開けて外へ飛び出そう。勉強なんかできなくたって、もっともっと大事なことがある。グラウンドのその真ん中で校舎に向かって叫ぶ、自分に正直に、俺は生きたい。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな格好悪くたって溢れるその想いを飲み込まないよ。
誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。これフルいっちゃおうかな。いけそう。窓に鈴なりやじ馬たちよ、耳の穴をかっぽじって聞け。体裁なんか構わないんだ、ちゃんとちゃんと伝えなきゃいけない。こんなに大きな青空、大の字に寝転び叫ぶ。後先考えずに俺は生きてる。君が欲しい腹の底から言おう。何かを隠して偽りたくはないんだ。君が欲しい、どんなドン引きされたって、正々堂々とぶつけてみる。もしも、もしも嫌われても、腹に溜めるより悔いはないさ。バカがつくほどオネスティー。君が好きだ、たとえ振られたっていい。本当の気持ちをごまかしたくはないんだ。君が好きだ、どんな過去悪くたって、溢れるその思いを飲み込まないよ。誰に冷やかされたって言いたいことは言わせてくれ。世界で一番好きだ。じゃあ続いては、最後は君と虹と太陽と歌います。ね、ほっぺたピンクすぎ、大丈夫かな。あれ待ってね、君と虹と太陽と、はあ、あれ、待って、あ、ごめんなさい、君と虹と太陽とが見つからないな。君と、ない、あら、なかった。じゃあちょっと別の曲、蜂の巣ダンスとかやっちゃうか。だって歌えない、蜂の巣ダンスいけるかな。そうなんですよ。そうですね、じゃあ蜂の巣ダンスやっちゃいますわ。じゃあちょっとね、蜂の巣ダンスやります。好き好き好き、確かに。待って、蜂の巣ダンス歌えるかな。蜂の巣ダンス難しいけど挑戦していいですか。もしかしたらちょっと間違えちゃうかもしれないですけど、たくさんさっきリクエストあったので、ファンの方のあれをお答えして、じゃあ早速、怖い、挑戦します、挑戦しますね。え、蜂の巣ダンスない、なんで蜂の巣ダンスがないです。蜂の巣ダンスないな。蜂の巣ダンスもまさかの、
ハチノスダンスがなかったねえ。これ合ってるよね、探し方合ってますよね。なかったです。じゃあ何、リーズンやりますか。じゃあ私たちのリーズン、ちょっとリクエストがたくさん聞けたので、じゃあリーズンやります。でもリーズンも歌えるかな。リーズン、あったあった、これだ。じゃあリーズンやります。カーテンの裾から指でめくりながら、今日の天気を覗き込むように、告白された時未来を知りたかった。10年後の私たちは付き合ってるのかな。やがて溶けてなくなるのに、この地上を目指している。白い雪よ、その意味教えて。なぜ好きになったの、なぜ私だったの、聞いてみたいけど胸が苦しいよ。なぜ好きになったの、なぜここで行ったの、見つめ合うだけで愛を感じるよ。こんな広い宇宙の片隅出会うなんて奇跡よ。私たちのリズム。ああびっくりした待ってちょっと水あるので、はあ、水飲みます。もうさっきからすごい連続でね歌っちゃってるんですけど、すごいめっちゃ熱くなってきました。熱くなってきました。ありがとうございます。じゃあ次、もう次行っちゃいましょう。この勢いになって次何にしよっかな。おいしい、少女たちよとかあれですもんね、ツアーの時にフルで歌ってるので、うん、法定速度、確かに。じゃあ法定速度を、法定速度をやりますか。大好きなゆいさんのセンター曲なので、法定速度を歌えるかなじゃあ法定速度とあれ、法定速度、じゃあポニッシュね。ポニッシュ大好きだからポニッシュも歌っちゃいます。じゃあポニッシュと、じゃあこれでいただきます。じゃあ法定速度とポニーテールとシュース連続でいきたいと思います。ごめんなさい、すごいなんか歌いすぎて皆さん疲れてないですか。ちょっと休憩しますか。なんか歌いすぎちゃったか。大丈夫、大丈夫ですか。よかった大丈夫。じゃあちょっとこのままあなたを大丈夫って、大丈夫
大丈夫ないけど、大丈夫ないけど、このまま肺活力を鍛えていきます。でみんな応援して、頑張るから。じゃあ法定速度からのポニッシュ、ちょっと途中でちょっとね息切れちゃうかもしれないんですけど、許してください。頑張ります。皆さん、このまま連続で曲歌っちゃいますよ。盛り上がっていきましょう。じゃん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 永遠に一本道大渋滞渋滞渋滞ちょっと出会って恋をしてドライブしただけなのに横入り割り込みだとだいぶいぶいぶいどんなに嫉妬をされたって関係ないじゃない。あちこち聞こえるクラクション、負け犬たちの遠吠えでしょう。そもそも恋とはサバイバル、脱落したらそれまでよ。ゲームオーバー。固定速度という、せーの、イエイエイエイ、よりもウォーウォーウォー、スピード出さないでゆっくり、せーの、よりもウォーウォー、さこちさこちさこち、こっち見て、よりもウォーウォー、キスしてキスしてキスして、勝ちなのに、よりもウォーウォー、もっとよりもウォー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 。イエーイ。じゃあこのままポニーテールとシスを歌います。頑張るぞ。シャツの袖口まくって太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え、青い海波打ち際で君と会いたい、裸足の水しぶきポニーテール、風の中君が走る、砂の上ポニーテール、振り向いた君の笑顔始まる。ちょっと水飲みます。うん、やっぱりいい曲ですね。法定速度と優越感とポニーテールとシュシュ、どちらもすごい。ちょっとじゃこのままあれなんですよ、勢いに乗って言い訳メイビーとか歌っちゃおうかな。大好きな曲なので、言い訳メイビーフルで行こうかな。なんかすごいフルで聴きたいっていう
コメントが多かったので、いわけメイビーフルとかで歌っちゃおうかな。ちょっと歌えるかな。じゃあ言い訳メイビーフルっていう、あのフルで聞きたいっていうファンの方が多かったので、フルで歌いたいと思います。ちょっと途中でハッってなったら許してください。メイビーを走る自転車、立ち込みの汗が揺れる9月のそよ風、休みの間会えずにいたら、君のことが気になってきたんだ。ただの友達と思っていたのに、すぐにでも君に君に会いたい。 Maybe Maybe 好きなのかもしれない。青い空には雲は一つもない。 Maybe Maybe 好きなのかもしれない。それが恋だとわかってるけど、言い訳メイビー。教室の窓カーテンが揺れ、苦気の君はどこか、大人の横顔、どんな休みを過ごしていたの。話し方がぎこちなくなりそうで、気づかれないくらい髪を切ったんだね。僕は遠くで君を君を見ている。Probably に近い、もっと確かなもの。 Maybe Maybe そんな勇気はない。ずっとこのまま片思いでいい。言い訳 Maybe。
なんかネモハモルーマ1回分ぐらいです、ワンハーフね、1回分踊ったぐらいの感覚です。あー楽しかった、でもすごい楽しかった。はい。はい。なんかなんだろう、ラストとかに歌うかな。もう40分なので、約束よとか少女たちを、あ確かに少女たちをラストっていう感じがする。じゃあもうラストで少女、あ約束よ歌って、約束よ歌って、じゃあ少女たちよをワンハーフでいきます。でそこで多分もう終わっちゃうですけど、そう今日は21時までなので、じゃあ約束よと少女たちよを歌います。じゃあ歌っちゃおうかな。どっちが先がいいんだろう、どっちが先がいいですか。約束よからでいっか、少女たちよから。どっちがいいんだろうな。少女たちよからいきますね。散らばった星のどれが一番に輝くのだろう、聞かれても誰もきっと答えられない、暗闇の先にここから見えない光がある、ステージの片隅でもがき続ける悔しさや虚しさも青春の時、少女たちよもうすぐ夜明けが来る、夢の未来はこれから始まる、おーおー少女たちよ何も諦めるな、悲しいことなんか全て捨てて全力で走るんだ、はい、え、どうしよう、これフルでいい、え？じゃあフルでいきますね。人の目に触れる星と気づかれない星、そこにはどういう差があるの、光届かないくらいに離れているとか雲のせいだとか理由が欲しい、思うように生きられない、今の自分がもどかしく不安なら背中を押そう、悩みながらいつしか強くなれる、
今日の涙は明日の力さ。ウォーウォー、悩みながら前へ歩き出せよ。立ち止まったらそこで終わる。頑張って頑張って信じるんだ。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。夢の未来はこれから始まる。ウォーウォー、少女たちよ、何も諦めるな。悲しいことなんかすべて捨てて、全力で全力で走るんだ。せーの、せーの、じゃあこのまま約束よ。いきますね。やばい、充電が。さよならだけが人生なんだって。え、約束よがない。なんでなんでここまで来たのにまさかの約束よが入ってなかった。歌いたかったのに、めっちゃ歌う気でいたのに。じゃあまた今度いつかの時にやります。はい、飛行機雲、確かに飛行機雲。だったったらた、待って、じゃあ飛行機雲飛行機雲行きます。飛行機雲、あ、雲って言ってた。飛行機雲もないんだ。ですね、ないんだ。じゃ僕の太陽最後に、ファーストラビットとかにしますか。カラコン、やばい、48分だからワンハーフになっちゃうんですけど、何がいいんだろう。じゃあツアーでもラストファーストラビットアンコールやったので、ファーストラビットにしますね。これ最後です。
日森の中で見つけた、どこかへ続くほら穴を、周りの友はその暗闇をただ覗くだけで動かない。なぜだかドキドキしてきて、僕は一番目に走る。傷つくこと恐れはしない、何があっても、ひるまずに自分の夢を探しに行く、最初のウサギになろう。すごい、いい曲、いい曲、いい曲すぎて泣けますね。じゃあカラオケは、でも楽しいからまだ続けたいなとか言いたいんですけど、もうアンコールの曲で最後にします。わーい、楽しかった。すごい、もう51分になっちゃったんですけど、はあ、じゃあちょっと、じゃあちょっと、あ、聞こえるかな、水飲みます。はあ、うん、はあ、すごい、なんか今日でさっき食べた分のなんかお菓子の分あの消費できた気がします。何曲ぐらい歌ったんだろう、何曲ぐらい歌ったのかな。ふう、すごい、なんかもう何歌ったかすら覚えてないんですけど、何曲、10曲以上は歌ったよね、絶対絶対。 12曲。わーい、あー、すごい、なんか今シャトルラン100回走ったぐらい熱いです。シャトルラン100回分ぐらい、見て見て見てほしい。めっちゃね、ちょっと画面だと分かりにくいんですけど、ほっぺたピンク。はあ、わあ、暑い暑いよ。はあ、暑い、はあ、本当に暑い、どうしよう。ここの部屋にね、あれなの、扇風機もなくて、まだ向こうにあるんですけど、はあ、はあ、じゃあちょっとお腹空いて頑張ったので、さっき紹介したこの奈良で買ったお土産のまんまる小鹿食べます。はあ、暑い、うんうん、うん、ん、でもすごい、なんかカラオケ企画ってすごい楽しいから、また今度やったら皆さん見に来てくださいますか。なんか自分的にやりたいなって思って、ディアジェとかともちんさんの曲、いつもともみさんの曲で、個人的にすごいやってみたいなって思ったんですよね。なんかダンスとか曲調がすごい好きで、ディアジェのイントロの音も大好きで、めっちゃ聴いてるし、はい、なんかもう全部が大好き。もうあと5分なので、ランキングを読んでそろそろ
終わりたいと思います。さあランキングももうじゃあいきます。13位まさかずさん。まさかずさん今日もたくさんコメントしてくれてありがとう、ありがとうございました。続いて12位キムテツさん。キムテツさん最近たくさん会えてる気がして嬉しいよ、ありがとうキムテツさん、ありがとうございます。そして11位ブリントさん。ブリントさんえすごいかわいい馬アイコンかわいい、ありがとうございます。続いて10位ナッチおじいちゃん。ナッチおじいちゃんありがとう、そうだねアンレイムの時も会えてすごい嬉しかったよ、ありがとうありがとうございます。続いて9位ひらっぴちゃん。ひらっぴちゃんひらっぴちゃんもアンレイムのチェキの時にね会えて嬉しいよ、頭痛治ったかな、ありがとう。続いて8位ましろちゃん。ましろちゃん、ましろちゃんもなんかね大丸あのプリクラとかも撮ってくれてたしね、ありがとう、たくさん愛してくれて、いいも大好き、ありがとうございました。続いて7位 DD じゅんさん。 DD じゅんさん最近会えてなくて寂しいのでたくさんまた会いに来てね。ゆい DD じゃなくてゆいちを楽しんだってね、ありがとうございます。続いて6位りんぞうちゃん。もうこれりんぞうちゃんも早く会おうね、ありがとうございました。続いて5位ももちゃん。ももちゃんももちゃんこの前チェキよかった、あのゲーム成功してよかったありがとうももちゃん。そして4位ジュリピー。ジュリピージュリピーに早く会いたい早く会いたい、ありがとうございます。ジュリピー無理しないでね、ありがとうございます。そして3位ザナトさん。ザナトさんザナトさんのアイコンも面白い、すごい可愛くて、ザナトさん早く会いましょう、ありがとうございます。続いて2位山おじさん。山おじさんいつもタワーとかたくさんギフトもありがとうございます、感謝してます、ありがとうございます。そしてラスト1位ごめん先生。ごめん先生最近なかなか会えてなくてすごい寂しいけど、寂しいけどまた早く会おうね、いろんなイベントでありがとうございました。そういえば皆さんあの家が歌ってる時にミラーボールだったりペンライトだったりたくさんギフトもありがとうございました。なんかそれでねなんかね気分が上がってね歌えました、ありがとうございます。すごいなんかさもう見て今日ね可愛い服着たんですよ、ほらひらひらのね肩出てるやつ、めちゃくちゃさ汗びっしょりになっちゃっためちゃくちゃ汗びっしょりになっちゃった、後から扇風機の前であーってやります、あーってやります。ふぅさあよかった、前回ねランキングをギリ時間がギリギリになっちゃってちゃんと全部読めなかったので、そうですよかった。じゃあちょっと最後にちょこっとだけスクショタイムして終わります。まあスクショタイムです。これはカラオケポーズ、そして毛量少なくなっちゃったポニーテール、じゃあ今日たくさん奈良のお土産出したので、鹿マーラータンポーズこれマーラータンってか愛してるだけなんですけど、よしありがとうございました、ありがとうございました。はい今日は行かなかったのもあらた、今日行こうって約束してたけど今日は吉野家になりました、アンレイムみんなでそう吉野家でねお弁当を食べました。それでは今日はたくさん歌も聞いてくださってありがとうございました、皆さん今日もいい一日過ごしてください、バイバーイ、またね。もうすぐに9時になるかな。ありがとうございました。またカラオケ配信見てね。